ヨーロッパジャンボリーに集まったボーイスカウトたちボーイスカウトもしくはスカウトはスカウト運動に参加する通常10歳から18歳の少年少女のこと。発達段階上の観点から多くのスカウト連盟ではこの対少年代をより年少、年長の部門に分割している。スカウトは政治指導者のもとで20から30人規模の体を形成する。 タイは6人程度のスカウトによる班によって形成され、半単位でアウトドアなどの活動を実施する。エアスカウト、シースカウト、ライダースカウトなどの特色ある活動を導入している。連盟も存在する。1970年以来、特にヨーロッパを中心として、コエデュケーション化が進んでおり、男女が共にスカウトとして活動している。日本では、年齢別に、 ビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカウト、ベンチャースカウト、ローバースカウトがある。詳しくは、ボーイスカウト、日本連盟を参照。1907年の実験キャンプの後、1908年に、ロバート・ベーデン・パウエルが、ボーイスカウトを創設した。ベーデン・パウエルは南アフリカにおける従軍経験から、この運動の着想を得ていた。また、 日本の賢治の社を参考にした。ベーデン・パウエルは1908年、スカウティング・フォア・ボーイズを表し、青年の人格、市民性、肉体的発達を目的とした、スカウト教育法について記述した。多くの少年たちが、スカウティングに参加し、1910年からの3年間で、フランスはじめヨーロッパ15カ国でこの名の、少年団体活動が盛り上がり、 スカウティングは、急速に、世界最大の青少年団体へと成長していった。ボーイスカウトのプログラムは自信、率先、勇気、多助、誠実、基地を持った青年を育むべく設計されている。スカウトは、スカウト教育法の要であるスカウトの誓いと規定を、学ぶ。これらは、野外活動を中心とするプログラムを通じて、人格、市民性、適合性、 リーダーシップを習得するよう設計されている。スカウト教育の実践には、各年代に適切な市民性と意思決定の協調と同様に、小グループで共に活動し、経験を分かち合うことなどが含まれている。野外活動を行い自然への感謝の念を養うことは重要な要素である。重要な活動として、キャンプ、ウッドクラフト、応急処置、ハイキングなどがある。 活動の大半は個人の発達とか変わりがある。すべてのスカウティング組織は、スカウトクラフト、地域への奉仕、リーダーシップ、関心分野の探求などによる進歩制度プログラムを設けている。このバッジシステムや個人の発達スキームは2つの要素から成り立っている。多くのスカウティング組織では、スカウト技能の収むたち、リーダーシップ、 地域への奉仕を要件とする最高位の章を設けている。タイはスカウトの基礎的単位である。スカウトはタイに加入し、これを通じてキャンプ、ハイキングなどといったスカウト活動に参加する。タイの成人指導者が活動を提供、支援する。タイは5から10人のスカウトによる班によって構成される。班の独立性はタイやその活動内容によって異なる。 例えば、通常班を単位とした会議が行われる。班の自治はキャンプでは、より明確で、班ごとに、自分たちのキャンプサイトを設営し、料理や活動をする。しかしながら、より高度な活動をする際には、班の区分がなくなることがある。班には、班長と次長の役職が置かれる。ほとんどの国では、スカウトグループと呼ばれる部門の垣根を越えた集団が、 組織されている。スカウトグループは男性のみか女性のみか両性で組織される。ありがとうございます。